「吉井勇役『源氏物語』『身を尽くし』10月には源氏の君の営んだ選定を追善供養の八甲があった明くる年の2月には東宮が11歳で元服をされたが美しい顔は ますます源氏の君に似てきた。同じ月の20日過ぎに、帝はにわかに五上位になった。東宮には昭光殿の女吾の王子が立った。源氏の君は内大臣になった。左大臣は太政大臣になって摂政を兼ねた。唐の中将は権中納言になった。 世の中のありさまは再び変わって、これまで沈んでいたその一門にも、また華やかな時が巡ってきた。しかし、その中でも亡き葵の上を思い出して嘆くものはあった。明石の女のことを忘れる時はないのだけれども、つい忙しさに紛れて消息もしなかったが、 三月の初めになってから使いをやると、女の子を産んだという知らせを持って帰ってきた。源氏の君は今日に迎えて産ませてやればよかったと思ったけれど、もう生まれた後では仕方がない。いつだったか救用を見る僧人が、子供が三人生まれて、一人は帝となり、一人は木崎となり、 残る一人は打浄大臣となると言ったことも思い出された。源氏の君はよそからそんなことを聞いたら、かえって心持ちを悪くするだろうと思って、紫の上にすっかり打ち明けてしまった。そのうち、京へ連れてこさせようと思うから、憎まないでください。と言っているうちに、源氏の君は、 なぜか悲しくなって涙ぐまれた。紫の上も年頃の熱い情を思うと、明石の女などは蟻のすさびの恋にすぎないと思って、別に妬む心も起こらなかったが、それでもことが上手だという話を聞いてからはことに手を触れる気になれなかった。明石の女親子を 今日へ迎えるために、源氏の君は二条院の東の御殿の修繕をせかせた。わざわざ今日から送ってやった目のとは、よく源氏の君の子に懐いた。五月五日は五十日に当たるので、祝い物を持たして使いをやった。入道はそれを見て、うれし泣きに泣いた。 使いの持って帰ったしの女の手紙が哀れだったので、源氏の君が、かわいそうに、と独り言を言っているのを聞いて、紫の上は恨みがましいことを言った。女の手紙の上包みに書いた筆の跡,の跡の美しいのを見て、これだから源氏の君が就寝なさるのだと、紫の上は思った。 その後、源氏の君は思い出したように花散る里を訪ねた。月の曇った悔いなの泣く夜であった。女は数年前の別れの悲しかったことを話した。家も以前よりも荒れて凄まじくなっていた。源氏の君はなおおぼろずきよとも昔のような恋を続けようとしたが、女は この前に懲りて応じなかった。8月にはゴン中納言の娘が受胎して古希伝の女吾となった宮中にもさまざまなことがあって慌ただしく時は過ぎていったその年の秋源氏の君は住吉に申出たがんを果たすためだったのでビビしい行列で出かけていった 一二年三景を怠っていた明石の女もちょうど船で住吉に来たが岸について社の方を見るとそこには大勢の学人が並んで立派な人たちの参詣するところであった。内大臣の参詣だとそばの者に聞いて懐かしくは思ったけれどもそれよりも身分の違っているのが悲しかった。 なぜこんな木に着合わせたのだろうと思うと人知れず涙がこぼれた。松の木の間からは青や赤や木の上の絹が数知れず見えて、その中には明石で見知った人の顔もあった。はるかに源氏の君の車の方を見ると、同じようなわらわの随人が十人ばかりもいて、 思う人の姿はその辺りには見えなかった。女は我が子の行く末の幸を祈りながらわざとそこを避けて何速の方へ船を焦がせた。源氏の君はこれみつから聞いて初めてそれと知って船の女を哀れに思った。せめて消息だけでもしようと思って あくる日浪速を通るとき身を尽くしこうるしるしにここまでも巡り合いける絵にはふかしよ」という歌を多頭神に書いてこれつに渡したこれつはすぐにこれを明石の女の船に持たせてやったはるかに源氏の君の行列を眺めて 思いを焦がしていた女は、この歌を胸に抱きしめて泣いた。日暮れになって夕潮が満ちてくると、入り江の方では鶴の声が聞こえた。源氏の君はその声を聞くと、女に会いたい心が切に起こった。西宮が変わったので、六条のどころも、また、 伊勢から京へ帰ってきた源氏の君は女の心をよく知っていたので手紙はやっても通ってゆくようなことはなかったそのうちに女が重い病にかかって尼になったと聞いて源氏の君は驚いて見舞いに行った女は基調を隔てて源氏の君に会って 亡き後の我が子の西宮のことを頼んだ。二人は泣きながら悲しい話をしていたが、そのうち明かりがほのかに灯ったので、源氏の君はそっと記帳から覗いてみると、肩のあたりで黒髪を切った女の姿は、絵に描いたように美しかった。西宮ももう大きくなって、 悲しそうに頬杖をついたた。横顔が見えたもう帰ってくださいまし。女の苦しそうな声が貴重のあなたで聞こえた。源氏の君は慰めの言葉を残して帰ったが、これが長の別れとなって、女はそれから七八日過ぎてこの世を去った。 葬式や何か死後の営みはすべて源氏の君の手で行われた。皆死後になった西宮を哀れに思って、源氏の君は時々見舞いの手紙などをやった。もう大きくなっているのを見ると、あだめいた心が怒らないでもなかった。六条の屋敷は、見やすどこ所がなくなってから、 急に寂しくなって、西軍は涙がちの日ばかり送っていた。この女に恋している人が少なくないのが、源氏の君には心配であった。そして、いろいろ考えた末、帝の女吾にあげるのが最もよいと思って、このことを藤の宮に相談をした。源氏の君は 伊勢下る時大極殿で見た面影を忘れかねている上皇の所望を遺言だと言って断って西宮を二条院に迎える支度をした「よもぎう、源氏の君が妻明に琉璃の碑を送っている時」 都に残って人知れず嘆いている女も多かったが末摘む花もまたその中の一人であった。零落して頼り少ない女の身には源氏の君のかりそめの情も身に余る思いがしていたのにそのうち男は妻へ行ってしまって自分はまた元の悲しい月日を送らねばならなくなった。 元から荒れていた家はいよいよ荒れて今ではもう狐の住みかのようになってしまい朝から晩までフクロウの声が聞こえて夜になると小玉が飛ぶかと疑われた朝地が庭一面に生えているけれども誰も刈り取るものもなくよもぎやむぐらは 東西の門を閉じ込めるほどに茂っていた。柿の崩れはいつの間にか踏み鳴らされた道になって、春や夏になると薪場から牛や馬を連れてくる男もあった。野脇に吹き倒された廊下もそのままになっていれば、そのそばの板屋も骨ばかりが口図に残っていた。 朝夕の煙も絶え絶えに今では盗っとも寄りつかない仕えていた女たちもだんだん散っていってしまって時々訪ねてくるのはそうになっている兄だけであったしかしこういう荒れた家の中でも末つむ花の住んでいる部屋だけはちりは積もっていながらも昔と少しも変わらなかった 女はそこで寂しい日々を送った。時々古風な寿司を開けて、空森、り、小やのとじ、かぐや姫などの物語を書いた絵巻を出してみることなどもあった。こんなになってからでも侍従という目のとの子だけがまめやかに仕えていたが、これも心の悪い末つむ花の叔母が、 太宰の第二となった夫と一緒に、つくしへ下る時連れて行ってしまった。四月のある夜、長雨の名残がまだ少し降ってはいるが、空には薄い月が出ていた。源氏の君は昔の忍び歩きのことなどを思い出しながら、花散る里のところへ行く車を急がせていたが、 そのうちふと森のように木の茂った荒れた家の前を通るのに気がついた。松に絡んだ藤の花の匂いが風に吹かれて流れてくるのを、立花とはまた変わった趣だと思って目を留めてみると、どうやら見覚えのある家のようだったので、よく見ると、 それは末つむ花の家であった。源氏の君はこれみつを呼んで中の様子を見させた。ちょうどこの時女は夢に父の姿を見て庭に近い座敷で泣いているところであった。これみつは庭をかなたこなたと尋ね歩いたが荒れ果てていて人気もない。 誰も住んでいないのだろうと思って引き返そうとして振り向くと人がいるらしくすだれの動いているところがあった。これみつは近寄って声をかけたが中のものはふいに仮ぬを着た若い男が現れたので狐の変化ではないかと疑ってはっきりした返事をしなかった。しかし ともかく女がなおここに住んでいることだけはこれみつにわかった。源氏の君はこのことを聞いて、これまで女を捨てておいたことを哀れに思いながら車を降りた。これみつは先に立って無知で草のつゆを払いながら言った。木のしずくは雨のようにハラハラと落ちて、 源氏の君の差し抜きの裾はひどく濡れた。女は源氏の君に会うのは嬉しかったけれども、こんなところを見られるのを心苦しく思った。源氏の君が優しい言葉をかけるのにも、はかばかしい返事をしずに別れ際にただ。あなたは私よりも 藤の花を見にいらしたのでしょう、と言ったばかりであった。この女を哀れに思って、源氏の君は人をやって家や庭の手入れをさせた。その後、消息だけはしたけれども、通ってゆくようなこともなかったが、二年ばかりしてから源氏の君は、 新しく作った二条院の東の院に末摘む花を迎えた。